皆さんこんにちは、セレガーラ交通局のセレガーラ提督です。皆さんはじめまして、こちやさないです。本日は第1回セレガーラ提督の質問コーナーと同じく GYT ラジオのスタジオからお送りしております。また何かいいことでもあったんですか？僕セレガーラ提督は先月下旬よりウームネットワークに所属しました。これを記念して第2回セレガーラ提督の質問コーナーの質問リクエストを募集したいと思います。前回は1週間でしたが、今回はどのくらいの期間募集するんですか？今回は2週間募集する予定です。募集期間は2017年3月16日23時59分までとし、それ以降の質問リクエストにはお答えしませんのでご了承ください。動画公開日はいつを予定していますか？動画公開日は2017年3月2日午前0時を予定しております。ただし僕の予定などで前後することがあります。予定に間に合わなくても動画を公開しますが、予定が遅れた場合は募集期間を延ばす旨のコメントをこの動画のコメント欄に記載しておきますので、そちらをご覧ください。はい、わかりました。前回は5コメントと少なかったですから、今回はたくさん来るといいですね。今回は2017年初めての質問コーナー、ウームネットワークに所属して初めての質問コーナーですから、今回は期待したいところです。ちなみに次回の動画は何を予定しているんですか？次回は開封動画か鉄道 PV を予定しています。鉄道 PV を予定しているとは？今年の春に鹿児島市交通局500型が引退し、7500型がデビューすることを受けて制作を企画したものです。ただし僕は3月の終わり頃に福岡に引っ越しますので、完成するかはわかりません。それじゃあ企画した意味がないじゃないですか。たまに鹿児島に帰ってくる予定ですので、その時に少しずつ撮影していき、何が何でも完成させ投稿しますので、楽しみにしていただけたらと思います。企画したからには完成させてくださいね。無事に二問はない。本日もご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、Twitter のフォローよろしくお願いいたします。幻想郷読売テレビの公式チャンネル、ラジオチャンネルもチャンネル登録よろしくお願いいたします。また他の動画も関連動画などからぜひご覧ください。また次回の動画でお会いしましょう。